現在は束の間のシーズンオフを過ごしているスキージャンプの高梨沙羅選手。STV の単独インタビューで、これまであまり語ることのなかった自らの将来についてたっぷりと話してくれました。高梨沙羅選手、普段北海道帰ってくる時って試合で帰ってくるような感じなので、こんなにゆったりした気持ちで帰ってくるのはこの時期くらいしかない。北海道だなーって思います。 1>, 1月の W 杯札幌大会以来、久しぶりに帰ってきた地元、北海道への思いをこのように語った高梨沙羅選手。W 杯で男女通じて歴代最多の63勝を誇りますが、ここ2シーズン勝利はありません。徐々に手応えをつかみ始めているといいます。高梨沙羅選手自分の目指すすとところを固められるシーズンにしたたいい思っていたんですけど それが後半でようやくでき始めたので実りの多かったシーズンではあるのかなと思います。8歳からスキージャンプを始め、10年以上にわたって世界の舞台で戦い続けている高梨沙羅選手。実はこのインタビューの聞き手、STV の佐々木南アナウンサーとは、ある共通点があります。佐々木南、実は同い年で、96年生まれの27歳です。高梨沙羅選手、同い年ですか 大人っぽいですね佐々木南同年代として最近周りで結婚する友達も増えてきたんです高梨沙羅選手どうですか結婚したいですか佐々木南したいです高梨沙羅選手子供欲しいですか何人欲しいですか高梨沙羅選手へのインタビューのはずがすっかり立場が逆転してしまう一幕も佐々木南結婚観とかどうですか 高梨沙羅選手、あんまりないんですよね。何年までにしたいと思ったこともないし、できたら良いなくらいですね。競技人生はどのくらい元気の源は、あのレジェンド、佐々木みなみ私は趣味でフルマラソンをやっているんですが、例えばフルマラソンの42.195キロを高梨沙羅選手の競技人生としたら、今はどの地点でしょうか高梨沙羅選手。 30キロ地点であって欲しいいと思います競技人生がどのくらいかは、自分でも考えられていないところではあるので、ただ、葛西さんが今もずっと世界で戦っているように、終わりは自分が作るものかなと思うので、諦めず努力すればそこまでつなげられるものなのかなと見ていて元気をもらえますね。51歳で W 杯の日本代表に返り咲いたレジェンド、葛西紀明選手の名前を挙げたガーオナシ選手。 さらに、自身も戦った今年の W 杯札幌大会での伊藤有希選手の優勝にも、大きな刺激を受けたそうです。高梨沙羅選手、有希さんの優勝で、見ていて元気や勇気をもらった人も多かったんじゃないかなと思うし、私もその一人。元気をもらえる、与えられるってすごいことだなって思うので、目指すところでもあるので、元気を与える存在に私もなっていきたい。